海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められている一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定だね。その最上型護衛艦に搭載される予定の自立型無人水中高層帯アンマンドアンダーシービークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された国際海事展シージャパン2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたぜ。さて今回はそんな最上型護衛艦に搭載予定の UUV OZZ5 の詳細が明らかになった件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものだね。フリゲートとは現在では、対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称で、艦体サイズとしては概ね駆逐艦より小さくコルベットより大きいとされるぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表されたいわゆる25大綱で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたが、この2014年から2024年の間には旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものであり、この時点では多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたんだ。このアブクマ型護衛艦が基準排水量2000トン満載排水量2900トン全長 109.0 メートル最大幅 13.4 ムであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートルと、一回り大きな設計となっていて、沿岸警備から外洋の航行も可能とされているよ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったよ。実は1番艦最上よりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧三井 E&S 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているのであるが、これは1番艦最上の機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れてしまったためだな。最上型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中だぜ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった対機雷戦能力の導入が、最上型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な対機雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、対機雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として期待されているのが最上型護衛艦だな。この対機雷戦のために最上型護衛艦に搭載されているのが、対機雷戦ソナーシステム OQ-91 で、対機雷戦において、
可変振動式ソナーバリアブルデプスソナー VDS による、機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているよ。さらに最上型護衛艦の対機雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と、機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているぜ。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層帯アンマンドアンダーシービークル UUV である、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し装備化して、三菱重工業が製造しているもので、自律的に障害物などを回避しながら海中を航走し、機雷を探知するよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈底機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷源に侵入して機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ5 だね。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボットリーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ3 として運用しているほか、リーマス600を水中無人機 OZZ2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ4 として掃海艦で運用していたんだ。OZZ5 は全長4メートル直径 0.533 メートル重さ900キログラムの大きさで、リチウム二次電池を動力として巡航速度4ノット最大速力7ノットで、9時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 火事によって超低速での安定航走が可能とされているぜ。日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、沈底機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの探知に優れた、高周波合成海溝ソナー HFSAS-SAMDIS によって高分解能な合成海溝処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これら2周波の合成海溝処理画像を統合することで、沈底機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったわけだな。このように2周波の合成海溝ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は、OZZ5 が世界初であり、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているんだ。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。